吉田隆則は岐阜県鴨郡川辺町出身の実業家。川辺町立川編中学校から岐阜県立鴨高等学校卒業。神奈川大学工学部に入学し、在学中の1997年に通信事業で起業したが失敗。2000年に大学を中退して大手通信会社に代理店を落として働く。2002年に 営業のアウトソーシング事業とイベント関連事業を行う株式会社オーキャンを設立して代表取締役に就任。2003年には株式会社東京フーズショップを設立して代表取締役に就任。メロンパンの移動販売メロンちゃんを展開。区内町御用達の島田ヤバウム空編の販売も始めた。錦糸町テルミナ店、北、千住ルミネ店を開店。 野菜スイーツの危機エビス店、プランタン銀座店を開店。2008年中国オンライン決済アリペイモ楽技術有限講師との提携により、日本 EC 企業による中国向け EC 事業を提供するサービスを行う、株式会社新論を設立。2010年元アイノリメンバーの松本千明や厚田、組の芸能事務所と広告代理店を設立。 家電の EC サイト家電オフを立ち上げるも、東日本大震災により仕入れ先を失い、受給中の顧客に返金し閉鎖。東日本大震災では、宮城、福島など十数カ所で、メロンパンの無料配布を行う。メロンちゃんは、多数のメディアに取り上げられる。2014年東京都港区麻布十番で、寿司道を、開業美食タレントのアンジャッシュの渡辺県の、おすすめする。 お店として日本テレビの火曜サプライズや花子方面などに取り上げられる。2014年9月6日13日に M オン最新最速エンタメタイムセディエにてファンキー加藤と対談2016年3月東京都港区六本木で韓国料理店韓食を開業し韓食のチーズタッカルビがテレビや雑誌多くのタレント SNS に紹介され、 人気に2017年フジテレビハイポールにて完食のチーズタッカルビが紹介される2017年東京都新宿区新宿の新宿丸い本館にサラダ専門店ベジスタンドをオープン2019年東京都渋谷区恵比寿の恵比寿三越にサラダスムージー専門店ベジスタンド恵比寿店をオープンありがとうございます